次に「東映京都撮影所決風録」ってタイトルが「あかんやつら」これは春日太一というこの人がお書きになってこの人自身はじゃあ東映にいたかって言ったらいません映画史と時代劇研究家ですだから1850円「文藝春秋」から出てまあ文藝春秋はこれで2冊ご紹介なわけですからうんどうなんだろうなまあこういうのは一気にたまたま同じ時期に読んでしまうんですけど。 映画の変遷なんですが東映はもともと切手の映画会社ではなくてやはり片岡川んでで持っっててきて次が育ったんですつまりそれは誰かというと中村金之助それと大川橋蔵ちょっと下がって東千代之助そこからもうちょっと下がって伏見千太郎この辺なんですね失敗したのは尾上鯉之助あんまりうまくいかなかった品川隆二それから一本ではちょっとつらかった近衛十四郎今の松方弘樹のお父っつぁんこういうとこですね。 で、東映の流盛期は時代劇なの、これは間違いない。ところは。加工します。で、その頃、大映が流盛期になります。私は大映という映画会社に入ったの、はこの流盛期です。いわゆる第二流盛期。第一期流盛期は黒澤明がいる頃。つまり、黒澤明が。撮った。あの、作品が。カンで、グランプリを取るという。羅生門。その時は大映なんです。で、実は片岡中が持ち替え大門も、大映の元の。ところにはいたん。 私だから偉いところに入ってるんですよ。だから、太秦の景色はこの人も見て通りだけど、春日太一自体がその生活をしたわけじゃないから、やっぱりその生活臭が出てこないんですね。でもまあかつをつけて侍の格好。あるいはある時はヤクザの格好をして表の食堂まで飯に食い飯を食いに行った。ほぼこの年間ですから、日本でいればすぐよくわかる。だけど、東映のその a 子聖水を描いていて。 その第一期の時代劇はダメになってもういよいよ時代劇作らないっていう時に実はあそこは岡田茂だとかその前は大川博士とか,かあの社長が変わったんです何度もね。それからまあねこれはね時代劇の場合しようがないんだけどやっぱり危ない筋がぞろぞろ出てくるわけですよ。私も大英で長田正一長田正一って京都千本組の若い詩ですからもうしようがないんですねどうしようもないんだから。これは 撮影でロケなんか行くと人が集まったり、そこへ持ってきて京都だからおおむねやるのは。あるいは大津あたりですよ。それ琵琶湖周辺。普通に松並木のところ、おかが行けば、それは間違いない。私のデビュー作の江戸一百七十もほとんど琵琶湖周辺で撮ってるの。ちゃんと建物が入らない角度はあるんです。で、電信柱があるんですよ。でこれだけはどこにでもある。電信柱、全く簡単。映画の会社の人は。あそこへ木の皮を貼ってしまいますから。 それととあっという間にで電線のところに子たちを作れなんてことはないんですね。そうやってきて結局は最後ヤクザ映画だとかそれからまあ菅原文太のトラック野郎になったりちょっと時代劇に戻ってみたり「阿古城断絶」だとかね「野球一族の陰謀」だとかしかしついには失敗重ねて今はどういう形で作ってるかという栄光清水の粋までを描いてるんです。 映画見る気なくなっちゃうね。つまりこの人ね、やっぱり活動屋の内側から描いてない、外側から描いてるんですよ。つまり映画に対する間違っていても情熱がっていう活動屋の熱は感じられない。だけど東映という会社の英語先生はよくわかります。ま私は面白く読みました。けど大映で良かったなと思います。ちょっと嬉しかったのは東映のやつがこれぐらい大映のセットとカラーを意識してたんだという。 東映の場合金がかかるからどうでもい,いともうとりあえず映画は明るく撮っときゃいいんだっていうい映画はやっぱり陰影で見せるもんだから大映画はその影がうまかったででも本当に感動するぐらい影の部分の映像がうまかったんですねこれ東映は全くなかった全部平にフラットに撮るんですというのが面白かったです。